タローチャンネル。やっぱり仕事が出ないと先行きまた仕事がないって話になりますんで、その仕事をやるためにはこれは金利がゼロでも企業がお金を借りて設備投資をしないということは、金利政策とか金融政策っていうのは金利が効果を発揮しないなら金融政策ってうまくいかない、当たり前のことになります。そうするとこれは財政が出動しないとどうにもならん。しかし今までの流れで財政出動は全て×でしたから、そういった中にあってやっぱ財政出動をやらない限りはうまくいかないと確信してましたんで、その財政出動をやるというのに対してはそれはこれまでの流れとは全然違いますから、それは猛烈な抵抗があったと思いますけれども、もう地方はそれは全く公共工事に頼っている部分とは非常に多かったところはもう完全にこう落ち込んでますんで、公共工事やら何やら含めてやっぱり道路なんてのはこうぶつつながってないでしょうか。あれやっぱつなげないと道路ってのは効果を発揮しませんから、道路はつなげるのを前提にした道路にはさっさと予算をつけるなどなど、あの発想を切り替えていかないとということを今申し上げているんですけれども、少なくともそういったようなことをやって景気というものを先行ききちんとしていかないかのところなんだと思っています。